外ですから。そうですね。リーが徐々に、ロブをはめています。ミドルオープンは力ですね。上限の打ち上げが。右のミドル、ボディ。右左でも、そして上、そしてボディ。本日ありますね。左のミドル。だからはハスターアナウンサーです。おっと、ミドル。ローキックも効いてますね。さあ、もう右のローで返していったカドリティ。右ランパー。そしてローキック。カドリティまだ倒れない。身をかけて戦ってますから。かなり効きましたよ。さあ、クラスティータか。ラッシュ。さあ、松田光という左のハイキックから左。悲鳴にも近い歓声か。ガイアー。左フックだ。ワンツー、ボディから。このコンビネーションがアンディ・サワー。左フック。入ってきた。アンディ・サワー。パンチ。アンディ・サワー。最後の連打。飛ばしてくる。インファイトだ。さあ、3戦。なるほど、左ボディしました、アマラ右タイマーも返してくる、ローキック右入った、ボディ左ボディラウンドです、ここは行かなければいけない、ヘッキングパッチ、ヘイロー、アンディ・ヒューに憧れていたと名付けますね、ボクシングテクニック、世界の頂点、左のジャブが的確に、さあ、チャンピオンはどう出ていく、ナイスコンビネーション、マックス2005年の王者、アンディ・サワー、左ボディから左のロー、左、左サワーの貫禄。準決勝、マサトの相手はどちらか、このラウンドね、チャンピオンのサワーから、すごいコミュニケーションだ、はい、第1ラウンドのサワー、ただ、こだも下がりません、マサトと戦うためにはサワー、引き下がれない、さあ、まもなくファイナル、1分となります、ここ勝負ですね、わー、繰り返しでした、繰り返しましたね、ラウンドを切って、さあ、一気にいくのか、あー、切り返してくる、このこと危ない、このこと危ない、この次、サワー、マサトと戦うために、サワーが行く、マサトの相手のサワー。左にパンチが入り返しているマサト、さあ見ている冷静ヒット左きます、さあ右のキック、ロキック左のインゴロキック、サワーが飛び確実に相手の左足を捉え出てきますよ、このラウンドはこの激しい上下の打ち打ち分け、その通りサワーはこの第2ラウンドはロキックも多用しています、ワンツースリーハイキック残り20秒いいストレート、ちょっと思い切って入られてるんですね、少しニアパー、そしてローマで続きますサワー、さあその中でもオーレローですね、今まで何発緊迫したこのドラゴン、このコンビネーションを磨いてきたクラウス、周りでバッサリーサワー左です、ボディミノキーダリック、伊藤アナウンサーです、ニアパー右のアッパー、そして左リックコンビネーションスピードなら自分で来た、この対角線の攻撃、アンディ・サワー絶好調、左ボディついに出た、左ボディ来た、膝を当てていきます、さあ畠山さん左ボディ出始めましたね、ボディ加瀬さん、はい、赤コーナーまさに大チャンスだ、声と声をかけたマサト、経験に勝るものはなし、ギリシャのナショナルチームの一員として国内の大会でも勝つアンチのマイク・ザンビッツ、ボディを返した、ローキック、それほど打たれ強くないですから、そうですね、たんですけど、はい、ローキック、膝、拳を振り回す、切っています、第1ラウンド、左のボディ、ね、さあ、終盤になって、王者が出てきた、王者が出てきた、膝が出ていないぞということですね、はい、アドしています、ティーブルマンズ、さあ、パンチを畳みかけるボディ。左のミドルあたりを心に入れて、そうパンチ、さあパンチ、得意のレバーパンチだ、パンチ、さあ出てきた、アンディ、アンディサール左ボディ、小ひげいなきの目が出し切ることだ、構わず行けと言っています、下がった、アンディサールの右ストレート、小ひげいなき、耐え